始まりました。ザ・ノイシーズお、y s くすは私、北山智之と。今回は、え、l a m d u n k ゾウについて語ろう。またね、あのもう一回、最上映があるんでしょうだからね。ああ、もういいですね。劇場で見たいですけど。あの何年か前にね、僕、あの実は漫画大賞っていうね、毎年選ばれてる、はい。 今年一番面白かった漫画はなんだっていうのをこう決める漫画大賞なるものがあるんですけど、うんうん、それの僕はあの先行委員っていうのも長らくやらせてもらっているんですね。はい、で、それでえ、まあ何年か前に受賞された作品で、響き小説家になる方法っていうのが受賞したときに、はい、その作者であるその柳本先生っていう方がいらっしゃるんですけど、はい、と打ち上げの時に、これまでの漫画の中で一番 漫画家としてびっくりした漫画って何ですかっていう話を、うん、聞いたことがあるんですよ、はいで。その時に、もう全くその、もう一択ですと。うん、スラムダンクですと。お<ー>っていうのを言われて、うんうん、逆にスラムダンクの何がすごいのかっていうのが、読んでた当時も、いや、確かに面白かったですけど、うん、もうその一択ですって言われると、逆にわかんなくなっちゃって。はい で、聞いたんですよ。何がすごいのか、<laughs> スラムダンクの。で、これはもう漫画家あるあるなんですけど、必ず普通はネームを切ると。うん、で、一番の中に週刊誌ですから、一応こういう話でこういう盛り上がりがあって、こうやって今週が終わりますっていうのが、作ってって、うん、そういうのをこう編集とやり取りしながら作っていくというのがまあ普通の週刊みたいな漫画の書き方。 ところが、このスラムダンクっていうのは、特に中盤から後半、最後の方に至ってっていうのは、それがもう一切ないと。要するに、もう何百ページの大長編の、今週は20ページが切り取られただけ。っていうぐらい、ずっと連結してるみたいなんですよ。これって、漫画のセオリーとしてもちょっとありえないと。 うんうん、だっていつ週間で連載切られるか分かんないような、うんうん、そういう世界でやってるはずやのに、もうこの、スラムダンクの井上武彦の世界は、もう途中で絶対切れねえじゃんっていうのに突入しだしてから、うんうん、こんな週間漫画の作り方ってありなのみたいな感じで、<ー>当時その山本先生はもうゾワゾワーってしたらしいですね。うんうん、漫画の作り方が劇的に変わったっていう。うんうん で、そう言われてみれば、単行本で一冊こうやって進んでいくときのやり方ってもうちょっと半端なく面白いというか、うん、スラムダンクってね。はい。なんか、だからそれが読んでた当時、もう本当に、特にもう途中からですよね。あの、試合になって、ずっと進んでいって、で、全国大会で、えー、進んでいく、まあ、湘北高校の話になってくると、うん、もう止まんないんですよね。うん。 うん、だからそれが、まあ、当時の感覚やったわけですけど、今回のスラムダンクザファーストって、はい、その漫画を読んだ時のあの勢いの感覚っていうのを映像化するだけだと僕は思ってたんですよ。うんうん、で、これ井上竹子先生の昔のどっかのインタビューかなんかで、やっぱりそのアニメ版のスラムダンクっていうのが、途中で話が分断されたりとか、うんうん、バスケの試合を伸ばすような なんんかあれが多いんですよ、まあ、アニメじしゃーないんですけどね。まあまあ、30分のアニメに漆喰っくいていかないといけないから。うん、だから一試合一試合のスピーディー感が、バスケットってやっぱスピーディーなもんじゃないですか。うん、その試合のスピーディー感がこうないっていうのが。 アニメになるとこうどうしてもこうなってしまうから、それがちょっとねっていう感じのことをちょっとインタビューとかで発言されたことがあったんですよ。うん、はい。だから今回のこうアニメ化に際して、多分そこはもう超絶スピーディーに作ってくるんやろうなと。うん。いうことはまあ想像に固くなかったんです。うん、で、あの、僕はだからこれね、まあ最初のオープニングの 漫画がキュ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 って書かれながら、まあザバースデの曲がデデデデデデデって始まるんですけど、まああれ見ただけでもうええなと思いましたよ。ああ、もうこれまあもう満足みたいな。いやもうあの PV 見れただけで、もう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 いいって。小北高校の5人がデデ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 って言いながら、ぐあー って線で書かれていって、うん、で、5人がこう、それぞれの動きというか、僕らが漫画で読んでた時の、その5人の動きが、ブワーって始まった瞬間に、うわー、何、もうこの後、結構1時間何分あるんやけど、うん、俺はもうこれ見たこと後悔しないなっていうぐらい、かっこよかった。だからもう、 うん。満足満足ってなってたんですけど、だから、それが、中身的には、その、やっぱり井上武彦先生自体もやっぱり、その分だけ年を取ってるわけじゃないですか。はい。だから昔はどうしても、やっぱり桜木花道であるとか、まあ、もしくは、えっと、流川くっていうのがいるんですけど、流川楓とか、あとは、まあ、三井っていう、一回不良になったけど、 やっぱりバスケがしたいって言って戻ってきたやつとか、うん、人間成長の話っていうのが、スラムダンクのやっぱりすごい中にこう、バーンと収められてたんですね。うん、うん。まあ、あの、ゴリっていうキャプテンも、その、こういう理想チームがずっと作りたかったんやけど、バスケに対するその、 好きさっていうのが、一人だけ浮いてるような感じがずっとしてて、ようやく自分が3年生になってキャプテンになって、下の年代も含めて最強の自分たちが出来上がったみたいなところっていうのが繋がっていくみたいね。こういう面白さがあったわけですけど、今回プラスアルファやっぱり入ってきたっていうのは、その人間のその、まあ生きていくドラマみたいなやつですね。ここの部分っていうのを、まあ井上、 先生自体が、まあバガボンドっていうその後の連載も含めてですけど、やっぱりいろいろそういう面っていうのも出会ってきてた分があったと思うんですよね。うん、で、宮城亮太っていうのは、まあ宮城っていう名字からしてやっぱ沖縄の人であるっていう感じはもともとしてたわけですけど、うん、そこのドラマをブワーッとこう広げて中に入れたことによって、まあこれはでも好き嫌いっていうのははっきり出てくると思うんですけど、うん、スラムダンクの、まあただの当時の スピーディーな実写版やなと思ってた僕を大きくこう裏切るというか、うんはい、逆に言うと、あの試合の裏っかはこんなことなってたのっていうね。うん。うん。っていうところのその、まあ、ドキドキするところがさらに重なってきて、ああすっげえよくできてるなっていう。う,ん、うん。これだから、逆に言ったら、原作をこう、 勝手に掘り下げて書こうと思っても、もともと原作者以外の人が、やっぱりこの、いじりにくいですよね、スラムダンクの世界自体が。うん、だから、それをきれいにいじれるとしたら、やっぱ本人である必要ってあったんやなっていうのが、うん、僕これ見てすっごい思いました。あの、作者本人が監督やって、 で、宮城亮太の話っていうのは、こういうもんなんですよってやると、全然、あの、文句の言いようがないというか、うんうん、まあ、そうやったんや、みたいな。というか、まあ、もともとの設定であったのか、もしくは、ね、あの、この話用に、そういうことを変えたのかっていうのは、まあ、僕には全然わかんないですけど、うん、うん。だから、まあまあまあ,まあそ、そういうのも含めて、非常に、あの、 また、これまた、何回も言いますけど、ここ何週間かね。あの、どういう配信をされ方するか分かんないですけど。はい。えっと、文句のつけようがないです。<laughs> <laughs> 大満足。大満足。で、特に、これまあ、あるあるなんですけど、僕も実はバスケットやってたんですね。はい。小学校のミニバスケット3年間。うん、で、その後、中学校も3年間やってたわけです。うん、で、非常にあの、バスケットの面白さっていうか、 バスケット自体っていうのはこういうところがあって、こういうところに引っかかっていって、こういうことで苦悩していくっていうのは、ちゃんとその宮城亮太が少年時代のところからあったでしょ兄、うん、ちゃんとこう、ワンオーワンやるようなシーンがあって、うん、ああいうところで全部説明されてるんですよ。うん、だからバスケやった人たちが見ると、うん、確かにっていう。でそこをやっぱりすっごい時間重ねないと、 あそこにはま、普通は立てないし、うん、それを究極にストイックにやったのがあの敵の山王高校ですから。うん。うん。まあ、当時ね、あの、野城工業っていう、もう東北最強のチームがいたんですよ。うん。もう僕らが中学校高校生ぐらいの時に、もう野城といえば、もう高校バスケ界の頂点ですっていう世界があって、うん、彼らも大何連覇みたいにやってた。うんで。それを、その、 まあ、当然ね、当時の連載中に、三能高校って名前は変えてるものの、あれはもう、野代なんですよね。うん、で、野代を倒すのって、どういうパターンがあったんだろうっていうのも、このスラムダンクが与えたインパクトっていうか、うん、まあ、でかいんですよ、非常に。うん。オーソドックスだし、もう、王道で強い。で、ゾーンプレスっていう表現があって、一人に対して、ガーってプレスをかけてですね、 で、それをすごい時間でやり続けるっていうのは、めちゃめちゃ実はバスケの世界では難しいんですよ。うん。うん。マンツーマンのディフェンスっていうのでも結構きついのに、うん、ゾーンでああやってプレスかけていくと、もっと疲れていくんで、でも三能っていうのはバテないでしょ。だからもうそれだけでもバスケ知ってる人からすると、化け物チームなんですよね。うん。うん。で、当然ですけど、湘北はそれはできない。で、 三井君に至っては一回不良になってて戻ってきてて、タバコとかも吸うてるから、もう体力がないわけですよね。<laughs> で、フラフラしてんやけど、ともかくスリーポイントだけはほほど打ってきたから、入るんですよね。これ、スポット。ゾーンの世界になっちゃってね。うん。だからもうそういうような世界とか、まあ、もともとのスラムダングにあった面白いハーシっていうのも、あの中に、ドーンってまとめられてるし、うん、で、くど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 説明をそこにはもうする必要は、 ね、原作読んでくれやって話なんで、うん、まあ非常にスピーディーにパーッと進んでいく。で、まあ宮城亮太の、まあ実は、その手に巻いてるものには意味があったとかね。うん、っていうところで、まあスラムダンクファンからすると、まあこういうことっていうのがあったんだというのが知れるという意味でも、全く退屈しないっていうのがね、いいですね。できたら僕はでもこれ劇場で見たかった。うん、はい。またね、公開しますから、タイミング合えばぜひね。 まあ、特にだからそのオープニングのザ・バースデーの曲ですよね。うん、で、またその、バースデーのボーカルがなくなりはったんでね。ああ、そうなんですね。うん、千葉雄介さん亡くなっちゃったんで、まあ余計なんか僕はちょっともう来るものがあるというか、うん、うん、最後のシングルですからね、あの曲が。うん、うん。まあ本当にロックを地でいったというか、僕も二度ほど実は面識あるんですけど、 うん千葉さんは、もう、ロックそのものの人でしたよね。あ<ー>なんか、2回ともビールを手に持ってたみたいなね <laughs>。そういう人でしたよね。で、そん,あんなに飲んでベロベロなってライブ見て、こんななんか太い短い人なんかなって思って見てましたけど、実際その通りで太く短くね、もう吸って、 まあ悲しいですけど、いなくなっちゃった方なんですけど、でもなんか、ああ、このかっこよさっていうか、あのオープニングのかっこよさに、あの曲っていうのがもう、バチハマりしてますんでね。うん。だからそれを、このスラムダングのスタッフっていうのが、罰でにやってもらおうっていうところからしてなんかもうちょっとゾクッとくるものがありました。うん、はい。なのでまあ、未見の方はね、 まあまあその宮城亮太くんの話に関してっていうのは、ちょっとあまり悲しすぎるから見たくねえよっていう人も、まあ出てきて叱るべきやと思うんですけど、僕は、まあ全然そういうのも,もう含めて、スラムダンクの世界っていうのを何も損なわない。非常にあの、うん、面白い。で、主人公が本当はね、原作では桜木花道っていうのが、もちろん主人公だったんですけど、 うん、でも、この三能線に限って言えば、まあ、全員の集大成だったので、誰を主軸においてどこの視線で見ても、うん、まあちゃんとお話として成り立つんですよね。うん、だから、群像劇として見るスラムダンクっていうのの改めて凄さというか、うん、それも感じたな、ということで。はい。はいまあ、そんな感じなんですけど、僕ベラベラ喋ってましたけど。はい。大丈夫ですか、小杉さん。はい。 <laughs> ありがとうございました。<laughs> ということで、えー、<laughs> ぜひご覧ください。はい。<laughs> ということで、パキさん、ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs>